どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。何かしらの新要素を求めて、まずはなんとなくこの基地に降りていきましょう。ざっくりしてんな。お、金武器出た。オートマチックスナイパー。幸先いいな。こっちの横長宝箱からは紫ポンプ。めっちゃ武器揃うじゃん。デカポも3つもストックできてるし、初手基地降り結構ありかもね。ジャンプパッドがあって移動も楽だしな。銃声の鳴る方へ飛んできたら、遠くに逃げ惑うラマさんが。敵がいるな、かなり遠いけど。スナイパー持ってるから大丈夫よ。お、41ダメージか。しかも16発連射できるから、相当強いわねこれ。実装当初はヘビスナあったからそこまで使わなかったけど、今となってはありがたい貴重な SR だ。う、ヘビスナ、思い出すだけで涙が出そうよ。おお、これは、ショックウェーブランチャー。確か、みんなの投票で、ポータブル裂け目に買って復活したんだよな。私実は裂け目に入れてたんだけどね。グレランだと思ってたから。でもショックウェーブランチャーってことなら話は変わるわ。これ相当強いからね。今はレジェンダリーだけど、前はミシックだったもんな。さて、あそこで敵が戦っているようですね。まずはオートマチックスナイパーでチクチク撃っていきましょう。ちょうど上に建築してる人が無防備だな。やば、一発目外しちゃった。でもこれだけ当たればオッケー。なんか音ラグかったけどシールド割れたな。これはもうショックウェーブランチャーで詰めちゃいましょう。ものすごいスピード感。ちょうど今戦いが終わったところかな。 SMG で突っ込みましょう。おっと相手さん、冷静に上を取ってきた。漁夫に対応する判断が早い。なかなかの強敵だぞ。そして上から、くそー、うまく身を隠しながらショットガン当ててくる。これ相手が弱ってなかったら結構ヤバくね。なんとか一発当てたいけど。うわ、うまい。マジで隙がないぞ。飛び込んできた。あぶねー。最後なんとかタイミングが合って倒せたな。シールドなくてマジ助かった。漁夫じゃなかったら勝てなかったよ。金のレバーショットガン持ってたんだな。走行中の車発見。オートマチックスナイパーで撃ちまくりましょう。こういう時は連射できて便利だな。窓のとこ狙えば一発くらい直接当たりそう。あれ、これもしかしてもう乗ってない？降りるとこ見てないけど。木の陰になってる時にちゃっかり降りてたのかもな。とりあえずどっか行っちゃったみたいだから、車爆発させる必要はないわね。ここにいるわ。急いで階段作って、レバーアクションショットガン。おお、強い。2発でちょうど200ダメージ出たな。あ、この人もショックウェーブランチャー持ってたんだ。結構で安いのかな。ちょっとストームやばいけど。こうやって崖とかも一気に登れちゃうから大丈夫ね。マジで使い道多いんだぜ。アンチに向かって飛んできたら敵が戦ってる。そうだ、二人まとめて崖から落としたい。そしたら結構きついでしょ。一人こっち向かってきたぞ。一人は吹っ飛んだけど、やばい、急いで応戦しないと。あっぷな。あと16、しかも他からも撃たれてた。こういう時こそ、超安全絶対防壁だ。持っててよかったアーマードボール。これでなんとか回復の時間は稼げる。マジでこれなかったら終わってたわ。ギリアン違いだけど、医療キット落としてくれたから大丈夫ね。でもこれ、ショックウェーブでも、多分一発じゃ壊れないよね。さあ、どうなんだろうな。一応耐久値このくらいまで減らしておいて、医療キット使って。ショックウェーブで脱出。無理せずさらに遠くまで逃げる。あんだけピンチだったのに、ここまでリカバリーできるとはな。新アイテム二つのおかげね。補給物資をめぐって建築バトルに。チャンスで攻撃を当てれず五分五分の状況。同じ高さにいられると厄介ね。これで吹っ飛ばしちゃえ。お、当たったのか？うわ、こっち側飛んできたよ。でもこれで私が上取った。って待って、リロードしてなかった。しかしまだこっちが有利だな。おっと、別の敵もいるみたいね。ちょっと危険だし早めに移動したいから。私はお先に失礼するわね。バイバイ、頑張って戦ってね。ショックウェーブランチャーめちゃめちゃ使うじゃん。だって超便利なんだもん。復活して嬉しいわ。おっと、バナナ発見。一発当たったけど、ジャンプパッドで飛んだな。もうちょっと削りたいけど、パラボラアンテナで隠れちゃった。じゃあ私もとりあえず有利ポジまで飛びますか。さっきの敵斜面の下にいるな。こっちを見てるわね。さっきの仕返ししようというのかしら。しかし相手は外したな。シールド割れた、よし詰めるわよ。もちろんこれで。って思ったより飛びすぎた。かっこよく裏取れそうだったのに。ああ、建築で上に逃げられちゃう。でもこれなら上にだっていける。おお、これは超かっこいいキルが。
いや外すんかい。2回目で倒せたからギリセーフ。にしてもマジで強いなショックウェーブランチャー。これで詰められたら、ほぼ逃げるの不可能よね。さあ残り4人。霊夢は丘の上の好位置をキープしている。今日はエイムがなかなか冴えてるぞ。勝てるかもしれない。さあ、神秘オートで一人飛んできたぜ。まずは対空一発、そしてこれで崖の下まで。あ、ちょっと届かなかった。神秘オート使ってきた。クールダウン中の今のうちにショットガンで。やったー。少し弱ってたのかな。やばいやばい、めちゃめちゃ光ってる。まずは神秘オートを確保して。おい、1対1になったぞ。あわわわわ、ちょっと待って、武器が木に隠れちゃった。これは、サイドウェイズミニガン。しかもミシックの、やば、装備強強なんだけど。およそ今の環境で考えうる、最強の構成かもな。資材も全部カンストしてるし、これほどの条件で最後の戦いを迎えれることはなかなかないよ。ただ、油断するんじゃないぜ。とりあえず落下の心配はないから、プチ天空しておきましょうか。お、あの場所怪しいな。いた、そしてやはり神秘王と持ってるか。まずはアンチ外に吹っ飛ばしたいところだけど、さすがにこの距離で届かないか。相手足速いから、当てるのは難しいかもな。く、でも遠距離で強い武器がない。バーストアサルト置いてきちゃったからね。今のもダメか、惜しかったけどな。さあどうやって戦うか、作戦を考えよう。まずは敵の建築の屋根の上に乗って、そこから真下にショックウェーブランチャーかな。おっと、しかし相手は横に移動した。いや戻った、これなら。うわぁ、やられた。相手うまかったな。やばい、巻き返せるか?まずは93ダメージ。そして神秘王と、あとちょっとだ。お互い満身創痍だぜ。ひるまず攻め続けないと。おっと相手一旦建築。やばい、チャブスク持ってたか。これはまずい、こっちミニコしかないし、回復力の差で負けるかも。ミニコも間に合わんし、終わったな。まだだ、最後まで諦めない。相手が神秘王と外したおかげでまだ生きてる。あとはこのスピードで翻弄して。ミニガンで押し切れー。いや、勝つんかーい。やっぱ、すごい興奮してる今。超楽しかった。個人的には神回なんだけど。ショックウェーブランチャー、アーマードボール、神秘オート、サイドウェイズミニガン。今シーズンの新要素が全て大活躍して、見事な逆転ビクロイだったな。いやーほんと、いい試合だった。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはぐさをゆっくりまで、よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。